ウィンクで乾杯は、東野圭吾の推理小説。小電車から1988年に、京子の夢、コンパニオン殺人事件の題名で、ノンノベル版が刊行され、1992年に、ノンポシェット版が刊行された際に開題された。パーティーコンパニオンの小田京子には大きな夢がある。800万円ぐらいの品物を、カボチャを購入するような気軽さで、ポンと買いたいのだ。 そのためには玉残しに乗らねばならない。資産家との出会いが多いこの仕事は、彼女の夢を叶えるにおあつらい向きの条件を整えていた。チャンスをうかがう相手、不動産会社の運蔵誌である貢献からの誘いを受け、狂気する京子。だが、望ましい展開には至らなかった。同僚の牧村恵リが遺体となって発見されたためである。恵リはホテルの一室で、 生産化合物の入ったビールを飲んで息絶えていた。現場が密室状態であったことから、警察は自殺と判断するが、捜査人の一員である柴田は、釈然としない印象を持ち、独自の調査を開始する。そんな中、新たな事件が発生した。エリの親友が自宅マンションで、虐殺死体となって発見されたのである。1989年12月5日に、 日本テレビ系火曜サスペンス劇場枠で単発2時間ドラマとして放送された。ありがとうございます。